イレブン名画座。今回はカンヌ国際映画祭グランプリ、マイセル・カミュ監督、黒いオルフェをお送りします。ギリシャ神話をモチーフに運命の糸に手繰り寄せられた男女の悲劇をボサノバに乗せて描く永遠の名作、黒いオルフェは1月31日夜8時から。